あら、何かあるわね。さて、私の出番ね。ちょっと邪魔よ。この野郎、ナミさんに近づくんじゃねえ。頼んだわよ、サンジ君。いつでも問題ないぜ。ディアブルジャンブフランバージュショット。みんな、いけるよな。たち、行くわよ。よっしゃ、ゴムゴムのヌートンサンダーボルトガタリングショットテンポン。私の番ね。お嬢ちゃんだ、ナミ君。そう、まだまだこんなもんじゃないわよ。100Hz ボンドホー。ゾロの斬撃が飲み込まれちまった。何か特殊な水のようね。巨像に関係あるのかしら。何これ、冗談でしょ。アディオ、お前の能力で何とかなんねえか。さすがにこれは無理だ。まあ、滝の裏に何があるのかはわからないけど、とりあえず他の場所を探索してみましょうか。よし、探検だ。こっちにはなんかありそうだな。私の出番ね。よいしょっと。メリーには指一本触れさせぬ。サンダーボルト。天気よし、風向きよし、
ソーサリークリマタクトは何だってできるのよ。私の出番ね。さて、お、なんかあるぞ。私の出番ね。なんだか急に寒くなったわね。見ろ、滝がなくなってやがる。どういうことだ。そこら中につららが垂れてるわね。道理で寒いと思ったわ。これってさっきの装置が関係してんのかな。おそらくな。それでどうする。厄介な滝はなくなったようだが。じゃあ先に進むぞ。それにしてもあの滝はどうなったんだ。あの装置を動かした後に気温が急激に下がったから、多分それが関係しているとは思うけど。その謎を解けばこの上に行ってみるしかなさそうね。何が待ってんのか楽しみだ。
本当にもう。ちょっと邪魔よ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。サンダーボルト。いつでも問題ないぜ。今行く。パーティーテーブルキックコーン。いい勝負だった。もうこれ以上言葉はいらねえはずだぜ。力がみなぎってきた。かかってきやがる。レディーに危害を加える前に、てめえは速攻で片付ける。あの敵は早急に対処した方が良さそうね。危なくなったら逃げろよ、ロビンちゃん。みんな、いっぺんに行くぞ。ゴムゴムのガトリング。来るなら迎え撃つだけよ。支援フルール、デルフィニウム。ジャンブプルミエールアッシュ。ガスかねえよ。特別に見せてあげる。待ちなさい。崩壊士の予報は効くものよ。成長を実感できるほど強くなれたのね。私の予報は百発百中、決して外さないわ。おい、こっちで会ってんのか。俺たちに聞かれてもその問いには誰も答えられねえぜ。
すげえ、地面が全部氷だ。どうやらこの場所が、あの滝の水源ね。ここの遺構は、状態変換を研究していたみたい。水を液体から固体に、瞬時に変える技術。瞬時に？このとんでもねえ量の水を一瞬で凍らせたっていうのかよ。これが遥か昔の技術だって言うんだから、ワッフルドには驚かされるばかりね。どんどん進むぞ。お、あそこの扉、中に入れそうだ。ああ、中にはこの遺構の巨像がいるはずだ。よし、行くぞ。うお、マジで凍ってる。けど、急に割れたりしねえよな。さて、私の出番ね。で寒くねえのかな。you
向こうに宝箱もあるし、我慢よ我慢。私の出番ね。さて、よし、レディーには指一本触れさせぬ。よし、みんな準備できてるな。あんたたち、行くわよ。よっしゃ、ゴムゴムのムートン、サンダーボルト、ガタリング、シャット、テンポン、私たちは進まなくちゃいけない。オチエントフルール。クロトハマーゴ、レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。フルパワーでいくぞ。Thank you.
ンキーキャノン。ぶっ飛ばす。ほっ。ギアセカンド。ゴムゴムの。ひどいことするわ。邪魔よ。状況は良くないわね。あんたたち、お金持ってるの？サンダーランスケンボー！すぐに黙らせてあげるわ。トレインタフルール。
そこを動くなよ、ハンマー。俺の仲間に手出すな。ゴムゴムのガトリング。やるな、ルフィ。俺は負けねえ。怪物と呼ばれようと俺は強くなる。修行の成果が出てきたね。あげる、私たちの絆。サンダーチャージ。ウィングアーム。私たちを狙うなんて運の悪い子ね。俺に任せとけ。パーチ。さて、今行こう。ちょっと痛いよ。きつい一撃だな、ロビン君。興味があるなら、あなたもどうかしら。全力で遠慮させてもらうよ。
おっとっと、おっとっと。最初のフロアに赤い扉が2つあったが、どっちかが巨像のところへ行くための正規ルートかもな。好きな扉を選びな。俺はどこでもついていくぜ。